さあ、M プロ時間がやってまいりました。本日1003番目でございますが、飛脚球の3回目。で、今日はですね、ラテン飛脚球というものをやってみたいと思います。で、ラテン飛脚球、何ですか？と言われそうですが、皆さん、残の代わりに、皆さん、飛脚球と言われるのは、まあ、残なんですが、トゥーを使いますよ。そのトゥーは、前置詞のトゥーを使う飛脚球。で、もちろん、ラテン語から由来しているというところで一応ラテン飛脚球と呼ばれているんですが、まあ大事なのはどっちかってこっちですからね。前置詞トゥーを使う、そういう飛脚球、やってみたいと思います。皆さん、カッコ1番からカッコ2番ですが、まあちょっと熟語として覚えている方いらっしゃるかもしれません。例えば1番目、prefer aTo be ですね。これが皆さん残じゃなくって to なんですよというところでございます。じゃあ皆さん訳し方はどうですか？と言われたら be より。皆さんこれが残の書き換え。まあ残と言い換えられている表現ですからね。ですから be より a の方を皆さん、プリファー、好むという意味ですね。ただし、プリファー、好むが、さっぱりだ、という方は実際いらっしゃるかと思いますので、ちょっと皆さん、ヒントになるかと、思いましてですね、右は書いております。皆さん、プリファーのですね、皆さん、出だしのこのプレという部分です。このプレが実はですね、ある意味を表しておりますですね。皆さん、プリファーよりもおそらく皆さんにとって有名なのは、プリペア、準備するという単語は皆さんご存知かと思います。皆さん、プリペアのプリ、準備というのは、試験の前、本番の前にすることですよね。ですから、準備というのは、試験本番の前というところから、皆さん、プレは、このイメージでよろしいかと思います。ですから、皆さん、前、例えばですよ、皆さん、このペンとですね、この赤シート、どっちが好きですか？どっちの方を好みますか？って言われたら、皆さんからしてみると、例えばですよ、皆さんがそこからですね、こう手をこう出せるというふうに、まあ、ちょっと仮定すると、おそらく皆さんは、例えばですよ、この俺、このペンが好きだ、このペンの方が好んでる、というふうになると、皆さんは多分、このペンを皆さんの前に、こうやって引っ張り出しますよね。ペンをこうやって掴もうとして、で、自分の目の前に置こうとするはずです。ですから、そういうイメージから前、好むというふうにつないでいただいてもよろしいかと思います。そして、皆さん、二つ目ですね。皆さん、スペリア、そしてインフェリアですが、もちろんこのスペリアもインフェリアも、トゥーがつくんですね。じゃあ、訳し方はどうですかと言われたら、スペリアというは、うにゃうにゃ、より、スペリア、優れているとか、勝っているという意味でございました。じゃあ、なんで皆さんスペリア優れてるんですか、勝ってるんですかっていうと、皆さんもちろん、スペリアのこの出だしですよね。こちらも書いております。スーパーが書かれております。スーパー、超なんとかみたいな。そういう感じで、なんかすごい、というイメージは皆さんお持ちかと思いますので。ですから、皆さん非常に肯定的。プラスのイメージですね。そういうふうに考えていただきますと、優れている。つながりそうですよね。そして、インフェリアというのはそれの反対でございますので、うにゃうにゃより劣っているということでよろしいかと思います。でもちろん劣っているインフェリアなんですが、出だしのこの IL ですね。これはまさに否定表現にくっつくものでございます。今日皆さん IN にしてますけども、これM でも同じでございます。例えば皆さんにとって有名なのは、ポッシブル可能。それを否定にしたのが、インポッシブルですね。出だしが IM になっておりますけども、インポッシブル不可能。その IM と、
IN というのが、使い方同じでございますので、否定的な表現というふうに考えていただいてもよろしいかと思います。そのマイナス否定的なイメージが劣っているというところにもつながりますね。で、念のためちょっと下に例文書いてみました。例文一つ目ですね。 I prefer playing games で、prefer が左側にございますので to watching them ということです。ですから私はそのゲームですね、そのゲームを見るというよりも、プレイですね、実際にする方を好みます。もしくは例文の二つ目ですね。 Your document is failure ということです。もちろんスペリアですから後ろは to で、メアリーさんの、ちょっと皆さんアポストロフィー S になってますけども、左がドキュメント、文書、書類ですよね。ですから、あなたのドキュメントはメアリーさんのものよりも、優れておりますということです。こういう感じで皆さん、than の代わりに to を使う比較級ですね。ラテン比較級という名前がついてるんですが、大事なのはこの語句とこの意味の方ですからね。これはいつも通りこの赤シートで隠してスラスラ言えるというところを皆さん徹底していただけると嬉しいかと思います。言いますかね。で、皆さん次回1004番目では皆さんラテン比較級ですね、ちょっとこれは押さえとかなきゃというところがございますので、引き続きラテン比較級よろしくお願いいたします。